今日はジャズのセッションなどで行われるトレードについて話をしていきますはいどうもですジャズベーシストの森田哲夫ですどうもよろしくお願いいたします今日もよろしくお願いいたします、えー、今日も早速始まりましたけどこちらもね恒例になっておりますけども、えー、今日アップしている日が木曜日ということで えー、このチャンネルの大好評大恒例の企画の一つであります「木曜のおしゃべりタイム」ということで、えー、今日もねやっていこうかなと思うんですけど木曜のおしゃべりタイムどのような話をしているかと言いますと、まあ、僕ベーシストでもありますので、えー、もちろんねベーシストなんで機材の話だったりとかベースの話とかアンプの話だったりとか少し前にしましたけどそのような使っている機材だったりおすすめ機材だったりの話出したりとかそれ以外にも音楽にまつわる、まあ、ザック・バランの話ですね。 え少し前に挙げたものでしたりしますと、えー、まあ、一般的によく言われてますけど、それって意外と当てにならないですし、まあ、その真意を分かって話してる人って少ないですよね、と言ったような、まあ、一般ではあまり言われてないような話とかもしています。えー、そういった話でね、悩んでる方も非常に多くお見受けしますので、えー、もしね、まだ見られてない方とかいらっしゃいましたら、上にね、あの、 上げときますのでその前に木曜のしゃべりタイムとかもあげたと思いますけどうまいことカード上げときますのでよかったらね嘘の話みたいな感じで見ていただけると、えー、悩んでることねちょっとすっきりするとこあるかもわかんないのでよかったら見てみてくださいそして今日は具体的にどのようなことをやろうかと言いますとこれもね冒頭にも話しましたけどジャズの話をしてい,こ,うかと思いますでこのチャンネルはジャズのアドリブだったりとかその他もろもろいろんな話をたくさんしております で、ジャズのアドリブに関してもそうですし、まあ、今日もポンと出たかもわかんないですけども、えっ、ー、と、すべてのね、楽器の人に通ずる話ということで、今日も話をしていきます。で、えー、ジャズのアドリブの話もね、カード作ってますので、リスト作ってますので、上に上げときますので、よかったら見てみてください。これもね、あんまり巷で言われてないような切り口だったり、考え方、話してますので、よろしくお願いします。そして、えー、今日なんですけども、 トレードとといいいいうう風な話話についてて、えー、をしていこうかと思います、まあ、トレードだったりとかバースとかォーバースとかっていう風な話で、えー、言われたりすることが多いんですけども、まあ、聞いたことある人もいらっしゃるんじゃないかなとも思いますし、まあ、実際セッションなんかでもよくやるよっていう方もねもしかしたら見られてるかもわかんないですけども、まあ、いろんな方が見られてると思いますので今日はまず一つ目にそのトレードフォーバースとかって一体何なのかなと。 まあ、ジャズでよくやるフォーマット。まあ、おさほみたいなものなんですけども、まあ、書いてなくてもね、決まりごととしてよくやりますよ、みたいな話の内容があるので、それについて細かく説明しています。そして二つ目。えー、まあ、今、おさほというふうにわざと言いましたけども、えー、これね、まあ、おさほうって言うとちょっとね、やらしい話のようにね、なんか堅苦しい感じのように聞こえるかもわかんないですけど、それ、まさしくね、あの、アマチュアの方のセッションだったり、まあ、あの、地方の、えー、セッション行ったりすると、 えー、よくねあのお作法になってしまってる人が本当多いんですよ。もうこうじゃないとダメだみたいな感じの人が多いので実はトレードってそんな堅苦しいもんじゃなくてもっといろんなバリエーションがあるんだよということで、まあ、実際やってみると楽しいと思いますので、まあ、どういった内容があるのか具体的な例を挙げながら解説していこうかと思います。なのでねもし今日あのトレードの内容ホーバースとかの内容よく知ってるよよくやるよっていう人も よかったらね、まあ、前半部分、まあ、分かってる人は飛ばしてもらってもいいので後半部分ねアイデアたくさん出しますので、まあ、実際それをいくつかピックアップしてもらってご自身のセッションで具体的にやってもらえるといいんじゃないかなというふうに思います、まあ、そのような感じでね、今日はジャズでよくやるトレードの話について具体的にいくつか話をしていこうかと思いますでこのチャンネルは今さっき話したようにもっと具体的な 楽器を持ってね、アドリブの話でしたりとか、えー、いろんな楽器の人にも通ずる基礎体力を上げる実践に、えー、よくね、えー、と応用しやすいような練習方法だったりとか、えー、そういったものをいろいろ理解できるための実践につながる音楽理論の話とかもしているチャンネルです。いろいろ動画上に上げておきますので、もしよかったらね、えー、見てみてください。よろしくお願いします。そして、えー、今日もし初めて見られている方、チャンネル登録まだお済みでない方いらっしゃいましたら、 何卒まずはチャンネル登録のお付き合いからよろしくお願いいたします。そして今日も少しでも面白かったとか、ためになったとか思っていただけた方、合わせてグッドボタンも何卒よろしくお願いいたします。では、早速行ってみたいなと思います。どうぞ。はい、どうもです。ではね、こっからはね、いつもだとね、楽器を持って話をするんですけど、今日はね、特に実技というわけではないので、えー、まあ、いろんな図とかをね、出しながらあ解説していくという感じでやっていこうかと思います。 ではね、ちょっとね、こちらに、えー、ジャズのね、よくやるセッションでよくやるような曲のコード譜を出してみたいなと思います。出してみます。ほい出てきました。えー、タイトルは特に書いてないですけど、まあ、このチャンネルでもよく取り上げております、there will never be another you というふうな曲を取り上げております。あの、出しております。コード譜ですね。で、これ余談なんですけども、このチャンネルよく言ってますけども、えー、もしね、今日こうやって見られてる方とかで、ジャズ普段演奏してるよとか、ま、あの、ちょっとやりたいんだよと思う方とかいらっしゃるかもわかんないですけど、 まあ、基本的にジャズというのは、このコード譜出ているものにメロディーが書いてあるような譜面を見て演奏します。すべての楽器がそれで演奏します。で、えー、時々ね、あの、お見受けしますのは、えー、アドリブソロとかもね、えっ、ー、と、全部書いてしまっている書き譜というものだけを読んで練習している方、もしくは音楽教室に習われている方、先生に指導を受けている方、見ますけども、えー、それは、あまあ、ジャズじゃないと思ってください。 まあもちろんね、練習過程でそういったことを一部取り上げるのは悪い話ではないとは思うんですけど、基本的にはこのコード、出ているコードでアドリブソロを取っていくという風なものが、あまあジャズの醍醐味になってきますので、書いてあるものだけをなんとなくたどたどしく、まあもしくはしっかり弾けたとしても、それではジャズじゃないってことですね。もしかしたらね、その書いてあるものが、えー、バッと、 あのアドレスソロまあ管楽器の方だったら吹いてるものだとしてももしかしたら他の楽器の人が「よしちょワンコーラースメをしっとり行くぞ」となった時に一人だけねまあ、静かな雰囲気をしてんのに「わ」ーって元気よく話してしまってたらやっぱり普通の社会生活としてもねあれちょっとなんかこの人空気読めやんのかなっていう風になってしまうと思うんですけども、まあ、そのように決まったことをやるわけではないという風うなことですね。なので今日もねこのような感じでコード譜で解説していきます。 で、えー、今日はね、まあ、具体的にアドリブの話とかではないので、トレードの話ということで、えー、やっていくんですけども、まずトレードって一体どういうことなのかというふうな話なんですけども、まあ、これよくある事例ということで、一番お見受けするであろう話をまず話をしていきます。それは何かというと、まあ通常の場合ですと、まあ今さっき言ったようにアドリブソロをまあぐるぐる回していくというのがジャズの一つの醍醐味だと思うんですけども、まあ基本的に、まあ、多くの場合においては、まあ今回メロディー書いてないですけど、 テーマメロディーといったものを演奏されますで。もちろんその前にね、イントロがあったりとかする場合もあります。そしてテーマメロディーが1コーラス、もしくは短い場合だと2コーラス分やった後、アドリブソロといったものを順番に回していきます。でもちろんその時にいるね、一緒に演奏している人の、まあ、人数にもよりますけども、例えばサックスの方、ピアノの方、ベース、それからドラムの方がいたとしましょう。カルテットですね、4人いたとしましょう。 で、そしたら、そういった場合に、まあ、例えば、まずサックスの人が、じゃあソロをやりますと。で、これもね、何コーラスやればいいとか、やらなきゃいけないという決まりも特にないんですよね。まあ、2コーラスやったとしましょう。2コーラス、2コーラスやって、まあ、ベースやってもやらなくてもいいんですけど、やったとしましょう。ってなった時に、次、ドラムの方にソロを回す時に、いきなりフリーでポンと回すのではなく、よくある、ジャズでよくあるフォーマットとして、えー、トレードといったような感じで、まず4小節、例えばベースソロが終わった後、 大体いいね、ソロ取った人の順番でやるんですけど、サックスの人が4小節ソロを弾きます。そして、4小節、特にバッキングもない状態でドラムソロが4小節やります。そして次、ピアノの方が4小節ソロをします。ちょうどここ出ているところだと四角 B という A フラットメジャー7から c マイナーですね。1段やるということになります。そして次、また12小節目からの F7 と書いてあるところから4小節ドラムがソロをする。 で、まあ、多くの場合は、まあ、ベースに回ってこないことがあるのでそうすると次の A の16小節目からをまたサックス4小節20小節目からの4小節をドラムでまた24小節目からがピアノでドラムがまた28小節目かな Gm7 のところからドラムがやるという風うな感じで順繰り順繰りやっていくよというのが一般的なトレードというふうに言われます。 で、えまあ、トレードというと、あまり耳馴染みのない,ない方もいらっしゃるかもわかんないですけども、まあ、4小節ずつ今ぐるぐる回していくということで、ホーバースというふうに日本では言われたりもします。ホーバースと聞くとね、あ聞いたことあるよっていう人も多いんじゃないかなと思いますけども、そのような感じになってます。で、これちなみになんですけども、もしドラムさんがいない場合っていうのは、えーまあ、ドラムがいない場合、例えばまあピアノとベースのセッション、まあ、2人でやってるとするとします。 そうすると、えー、まあ、ピアノ、ソロやって、そしてベースが回ってきて、またピアノという感じで、えー、交代交代でやる場合もありますし、まあ、例えば、えー、サックスがそこに入った、えー、トリオで演奏してる場合だったりすると、えー、最初の一番上の段をサックスの人、そしてピアノの人、それからベースが回ってきてサックスの人っていった場合もあります。もちろん、えー、サックスとピアノだけで、えー、4小節ごと交代でやっていく場合っていうのもあります。 まあ実際ね、いろんなフォーマットがあるんですよということをまずここでね、ちょっと知っていただきたいなと思います。そして、えー、まあ僕ベーシストなのでね、ベーシスト的な話をするならば、例えば今さっき言ったようにドラムが入っている場合だったりすると、おまずね、サックスの人の場合っていうのはベースラインをベーシストは弾いています。そして、もちろんピアニストのサウンド場合はそ,れをその時はバッキングを弾いています。そしてドラムソロの時っていうのは、まあ誰も何も基本的にあんまりやんないってわけですね。 そして次3小節目からピアノソロになった時っていうのは、ピアノさんはソロしてる。ベーシストはバッキングを弾いている。というような感じで、ベーシスト的に言うと、4小節バッキング。んでド、弾かない。で、ドラムソロですね。んで、バッキング、弾かない、ドラムソロ。というような感じでやっていくことが多いです。そして、ピアノソロ、ベースソロ。というような感じで、二人、二つ目に話したらいいですね。その場合ですと、えー、まあピアノソロやってる時はベースライン。そして、ベースソロの時はベースソロ。ベースライン、ベースソロ。まあ弾かないタイミングがないということになります。 そして3個目の例に挙げました、サックスとピアノっていう風な感じの場合で、回している場合だったりすると、ベースはずっとその間は同じような感じで、ベースラインを弾いている。という風な感じになります。一般的にアマチュアの方でよくやっているセッション以外の話も少ししましたけど、後半の方にね、この後、もうちょっとね、面白いいろんなアイデアがあるんですよということで、あまり、えっ、ー、と、アマチュアの方とかのセッションだと見られないようなトレードのアイデアを 話してていいいこうううかなというふうに思っておりますはい、どうもですではねこっからは、えー、違った、ね、トレードのアイデアという感じで話をしていこうかと思うんですけどもと言いますのもね最近も話しましたように、まあ、そのアマチュアの方のセッションを、まあそうですね、教えてる方がセッションしてきて映像を撮ってきたよとか音を撮ってきたよって聞かしてもらったりとか。 えもしくは、まあ、僕もね時々遊びに行ったりするんですけどもそういったものを見,して見たあのセッションホストやってる人が友達だったりして遊びに行ったりとかしてそういう状況で見たりとかですねもしくは自分自身がセッションホストをする場合もあるんですけども、まあ、そういった時にアマチュアの方だったり、まあ、地方の方がセッションしてる状況をお見受けした時に、まあ、今さっきね一番最初に話をしたまあそのドラムの方がホーバースをやるっていう風な まあ、しかもですね、例えばサックスがいたらサックス、ピアノ、ベース、そしてドラムのトレード。どの曲をやっても、そういう風な感じしかやってないんじゃないかなという風なシチュエーションによく、まあ、お見受けするんですよ。なので、まあ、ちょっとね、違うようなアイデアを入れることによって、よりね、いろんなバリエーションや楽しみが増えてきますので、まあ、そのようなこともね、やってもらえるといいかなという風に思います。で、今言ったようによく見、お見受けするものとしては、まあ、4小節ずつの、まあ、大体ベースを入れない、 フロント陣とドラムの4ーバースというのをよくやってるんじゃないかなと思うんですけども、まあそういうようなことをね、毎、まあ、回やってるよっていう人もいらっしゃるんじゃないかなと思いますけど、まずね、アイディアとして、えー、まあ一つ出してみたいなと思うのが、4ーバースという4小節でなければいけないというわけではないんですよね。まあ実際、8バースだったり、16バースだったりとかっていうことはよくあります。まあ実際なことを言いますと、まあ8バースだと、まあもう一度ね、こちらにコードを出しましょうか。ほい、出てきました。 えー、8バースということで、えー、8小節やってそして8小節ドラムソロがあって8小節まあ誰かがソロピアノの人だったりソロして8小節ドラムソロみたいな感じで今さっきの4ではなく8小節ずつ交代されることもあるよということになってきます。でこの場合においてよくあるパターンとしては、まあ、8バース例えばやったらまあ、えっと、ドラムソロ2回にな,ればなるわけですよね。で まあ、例えば次のコーラスでまた8バースやってもいいですし、そして、えー、テーマに戻ってもいいです。もしくは、8バースをやって何回かやって、その後、コーラスの頭から大体になりますけども、次4バースになる。まあ、数が減っていくっていう感じですね。そしてテーマに戻る。みたいな感じのこともよくあります。 これね、数を増やしていくっていうことも,もちろんダメなわけではないんですけども、4から8、16とかっていうような感じで増えていく場合っていうのは結構珍しいパターンですので、まあわざとなんかで面白、面白くしたいなと思ってやろうっていうアイデアはいいと思うんですけど、一般的にはあまりやらないかなっていう感じになってます。で、それ以外にも、まあ実際ドラムのトレードという風な感じっていうのは、 まあ今さっき順番に回すというのもありましたけども、まあ実際のライブですと、見ている方にもいろんな変化をね、えっ、ー、と、もたらしたいっていう気持ちもあるので、例えば極端な話ですけど、必ずベースソロがある必要もないですし、必ずドラムソロがある必要も、バースがある必要も、トレードがある必要もないわけですよ。ですけども、まあ大体セッション行ったらみんな練習したいなとかっていう風うな意図もあると思うので、まあなしっていうのができないっていう難しい側面もあったりすると思うんですけど、まあ、 ドラムソロをなしにしてみて、例えばですね、もう何回か回したりとか、もしくはセッションだけではなく、まあ、お知り合い、お友達とスタジオに入って練習会をしてますよってなった時だったりすると、毎回バースを回すのではなく、例えば、えー、もうそのまま、例えばサックスピ、ピアノソロ終わったらテーマに戻るっていう風な練習もしてみてもいいと思いますし、えー、もっと言うならば、例えばサックス、えー、まあギターの方もいらっしゃったとしましょう。サックス、ギター、ピアノの方っていうふうにいたら、 例えば極端な話、ベース,ストローンも回す必要ないかもわかんないです。で、バースも回すんじゃなくて、えー、例えばサックスの人、ギターの人、ピアノの人、この3人で、例えば4小節なり8小節なりっていうバースを回す、トレードをするってことですね。っていうふうなことっていうのもやってもいいんじゃないかなと思います。で、それ以外にも、例えば僕ベーシストなので、えー、ま、ぜひね、ベースの方やってもらいたいなと思うんですけども、 え例えば、まあ、サックスの方、ピアノの方いて、サックスの人がソロして、ピアノの人がやって、ベースの人にソロを振られたと。そしたら、ベースがいつも通りワンコーラスソロを弾くのではなく、例えば、4バースでも8バースでもどっちでもいいので、まあ、ソロを弾きます。ソロを弾いて、ドラムの人に向いて、ドラムの人にソロを渡します。ドラムとベースのトレードっていうのも可能です。ただし、もちろんね、これは、 え、ベーシストさんの技量がそこそこいります。えー、そういうような状態になると、もしかするとベースのソロの時に、わざわざベースを際立たせてもらう、くれるために、えー、バッキングがない場合もあったりするので、ない状態でソロを取ってドラム、もちろんドラムが4小節ソロを取ってるっていうのをちゃんと把握して、頭、頭なり、そこのところにちゃんとストンと入ってこれるような技量がないと難しいので、まあでもね、せっかくなので、えー、まあ特にお仲間でとかね、練習する時とかっていうのは、そんなんも意識してもらえると面白いんじゃないかなと思ったりします。 それ以外にもトレードのアイディアっていうのはあります。例えばですね、えー、必ずしもサックスの人、ピアノの人、まあドラム、ベースっていたときに、サックス、ピアノ、ベースって回す必要があるかったらそうでもないわけですよ。なのでいきなり、えー、こっちにもベースとドラムいますけど、サックスとピアノのトレードから始めてもいいわけですよね。まあ例えば4ーバースからトレードして、まあサックスの人のソロがっつりって回すもいいですし、トレードを例えば8トレードしばらくやって、4のトレードを2人でピアノと、 え、サックスの人が二人でやって、その後、例えばベースとかドラム、ベースソロに回すとか、そういったアイデアもあるわけですよね。なので、トレードはね、必ずドラムを含めたトレードじゃないといけないかったらそういうわけでもないので、まあその辺とかっていうのもね、アイデアの一つとして、持っておいてもらえると、実践してもらえると面白いんじゃないかなと思います。そして、その時もそうなんですけど、例えばサックスの人がソロを弾いて、じゃあ、四小節なり八小節なりで、次ピアノの人にまあ渡すわけじゃないですか。どうするかといったら、 えもちろんこれ合図するんですけどわざと向いてやめてしまうどうぞってやると、えー、なんかその辺のね感じとかができるかもわかんないしもしねあれだったらちょっとトレードからやってみませんかみたいな感じで話してみても面白いかなと思いますまあちょっとできる人だったらこうやって向いたらあのパパッとやってくれると思うので、まあ、そういったアイディアも面白いのかなと思ったりしますでトレード以外の話も少しあるんですけど今さっき言ったように例えばまあ4人のカルテットの状態があったとしたらまあ今さっきわざとずっと言ってたんですけど えー、よくあるシシチュエーションとして例えばサックスの方がテーマを吹いたらそのまま自分のソロが始まるシチュエーションの感じでやってしまってる人って多いんじゃないかなと思うんですよ。でそうではなく、えーまあ、もちろんねそれがダメだというわけではないんですけどそればっかではなく例えばテーマが終わったらファーストソロはピアノの人に任せるとかベースに任せるとか何だったらいきなりドラムのトレードから始まるっていうのもなくはないと思うんですよね。 で、そういった場合どうするかって言ったら、今さっき話してたと同じような感じで、えー、例えばサックスの方だったらメロディーを弾いた後に、まあ、ベースが、だったら大体後ろにいると思うので、まあ、後ろの方に向いて、ベースさんどうぞってやったら、まあ、ああ、ベースソロからかっていう風になると思うので、そして、例えばピアノソロ行って、サックスソロ行くってなると、まあ、大体ベースソロって、まあ、ちょっと静かな雰囲気になると思いますので、まあ、いきなりバンと行くんではなく、少しずつ曲を盛り上げていきたいなっていう場合だったりすると、有効に使えれるかもわかんないです。 ま、このような感じでね、あの、まあ、いろんなアイディアあります。今日言った以外にもたくさんあると思いますので、まあ、このチャンネルでもね、よく話してますけど、CD をね、いっぱい聞いてもらいたいんです。そうすると、まあ、そういう、例えばアドリブソロとかの細かいことって、えわかりにくいとこ多いかもわかんないですけどもえ、誰からソロしているなとか、どういうトレードしているなとかっていうのは、ちょっと意識するとわかりやすいと思いますので、 そのような感じで意識してね聴いてもらえると、まあ、曲聴いてる楽しみ喜び方っていうのもまた違う風な感じになって面白いんじゃないかなと思ったりします。 まあぜひね、今日ね、今回話した内容を、をもしホーバースわかんないよっていう方はね、えー、ご自身でまずちょっとそういった練習わざとやってもらえるのもいいと思いますし、えー、よくセッション行ってるよっていう方とかで、えー、つ常にね、ドラムとのホーバースがやってなかったなっていう方とかいらっしゃいましたら、まあぜひね、お仲間と相談するとか、まあ実践でポンと試してみるとか、なんかね、いろんな感じのことをね、やってもらえると面白いかなというふうに思ったりします。 まあ、そんな感じで今日はねジャズのトレードという風なカントについていろいろ話をしてきました、えー、このチャンネルはね他にももっと具体的な実技の話もたくさんしておりますまあベーシストなのでねベースの話してることも多いですけども、えー、ジャズのねアドリブだったりの話もたくさんしておりますのでもしよかったら今日初めて、ね、見られている方とかチャンネル登録まだおすすめない方いらっしゃいましたらベーシスト以外の方でも、えー、ぜひねチャンネル登録していっていただけると嬉しいなと思いますよろしくお願いいたします そして今日も少しでも面白かったとかためになったとか思っていただいた方合わせてグッドボタンも何卒よろしくお願いいたしますでは、えー、本日はこれにて終わりにしようかと思いますまた皆様にお会いできる日を楽しみにしておりますありがとうございます失礼しまーす